ちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか。この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的。持ってるやつと持ってないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか。陰キャ陽キャ、君らは分類しないとどうにも落ち着かない。気づかない炎の外側を覗いていかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりしてすかしてるうちに不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフテッド、あたしは普通の主婦ですと。それはいいでしょう、素晴らしいんでしょう。不可能の証明の完成なんじゃない。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよ、そんなバッハビ。壊してみせろよ、そんなバッハビ。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にそりゃもう傑作でも、それそれでウィンウィンじゃん。これはこれで残念じゃん、まあ、そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって、人に問われることにしたい。終わりじゃないと信じたいけど、それならかなり異常事態。君たちが準備された普通の箱でくすぐってるからさ、俺の人生イージーモード、ずっとそこで眠っててあるさ。そもそもスペックが低いんだから、あがいてもがいて耳を覚えた俺のあの頃を分類したら、誰の目から見ても明らか。すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜに文字で片付けちゃうの。だって動物こういうのって好物、ここまで言われたらどう普通、腹の底からこう普通普通の。俺たちだって動物ゆえにも重労リジナルの習性、自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよ、そんなバッハビ。壊してみせろよ、そんなバッハビ。